トベの新番組。YouTube でエンタメの新境地へ挑む。平野市用神宮寺優太のシンガポール旅行も必見必見。トベが YouTube 番組の舞台裏に迫る。日本のエンターテインメント界で注目を集めている滝沢秀明氏のエンターテインメント会社、トベ、が新たな展開を迎えることが明らかになりました。これまでの公式 YouTube チャンネル、 トベオフィシャルは、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太など所属タレントの発表の場として利用されてきましたが、今後は本格的な YouTube 番組の制作を開始するとのことです。これにより、トベはすでに IMPG が展開している公式 YouTube チャンネルに続き、より幅広い視聴者に向けて多彩な番組を提供する意向を示しています。 YouTube 番組は単なる動画投稿を超え、スポンサー企業やテレビ業界のスタッフの協力を得て、地上並みテレビに匹敵するクオリティを持つものが増えています。このトレンドにトべも乗り出すことで、どのような展開が待ち受けているのでしょうか。トベの YouTube 番組とは トベの公式 YouTube チャンネルが本格的な番組制作に乗り出すという噂は、制作会社関係者の情報によるものです。現在、YouTube 上では多くのバラエティ番組のようなコンテンツが投稿されており、トベもこの波に乗って、より充実した番組を提供することが期待されています。 飛べはすでに IMPG が展開している公式 YouTube チャンネルを運営しており、これがより本格化する可能性が示唆されています。IMPG の YouTube チャンネルは、トークバラエティ番組や単発企画を中心に展開され、幅広い視聴者層に支持されています。 とべもこれに続く形で、新しい YouTube 番組を打ち出すことで、ファン層の拡大や新たな視聴者の獲得を目指すことになるでしょう。YouTube 番組の舞台裏に迫る。YouTube 番組制作には、スポンサー企業やテレビ業界の一流スタッフの協力が欠かせません。 これにより、現在の YouTube 番組は地上並テレビで放送されても遜色のないクオリティを誇るものが多くなっています。トベがどのようなスタッフや企業と協力して YouTube 番組を制作するのか、その舞台裏には注目が集まります。また、トベはジャニーズ事務所の中でも特に注目を浴びる存在であり、かつてのジャニーズの仲間たちも YouTube に力を入れています。 例えば、ジュニアの、ジュニアチャンネル、はスタジオトークからマグロ解体ショー、富士山登山まで、多岐にわたり、視聴者を飽きさせない多彩なコンテンツが展開されています。飛べも同様に、幅広いコンテンツで YouTube 番組を充実させることが期待されます。ライバルは、ジャニのチャンネル飛べの YouTube 番組が本格化する中、 ライバルとして浮上するのが、ジャニのチャンネル、です。嵐の二宮和也、キャトタンの中丸雄一、平成、ジャンプの山田涼介、セクシーゾーンへの菊池風魔によるこのチャンネルは、ジャニーズ事務所の中でも特に注目を集めています。トベサイドとしては、ジャニのチャンネル、との差別化が求められますが、 両者のファン層や求められているコンテンツは大きく変わらないと言えるでしょう。ただし、トベの代表格であるナンバーアイは、その人気から新たなファン層を引き寄せる力があります。過去のキングプリンス時代にはテレビ番組にも出演し、バラエティ番組でもその個性を発揮していました。これがトベの YouTube 番組においても活かされることでしょう。 飛べメンバーそれぞれの持ち味を生かした YouTube 番組。飛べメンバーそれぞれの個性を活かした YouTube 番組が期待されます。まず、平野耀はその圧倒的なダンス力を武器に、単独でのダンス動画から IMPG の若手とのコラボまで多彩な動画を提供できるでしょう。これは視聴者にとって見応えのあるコンテンツとなることでしょう。 神宮寺ゆ太はデニム愛好家として知られており、ファッション系の YouTube コンテンツが相性抜群です。デニムにまつわるロケ企画や、岡山県倉敷市のデニム工場を訪れるなど、視聴者には新たなファッションの楽しみ方を提案できるでしょう。岸優太は食べ物関連のコンテンツが得意とされています。その豪快な食べっぷりや、食レポ動画がファンを楽しませることでしょう。 また、戸べの他メンバーとの YouTube の鉄板ネタである、引き〇〇も展開される可能性があります。平野紫耀神宮寺ゆうのシンガポール旅行も注目注目。戸べメンバーである平野紫耀と神宮寺ゆうのシンガポール旅行が注目を集めています。これは戸べの YouTube 番組で配信される可能性があり、ファンにとっては垂薦の動画となるでしょう。 平野のダンスパフォーマンスや人流寺のデニム愛好家としての一面がシンガポールの美しい風景と相まってどのように表現されるのか期待が高まります。インスタグラムで一部が公開されているシンガポール旅行の完全版が YouTube 番組として提供されれば視聴者はその舞台裏に迫ることができるでしょう。 ファンにとってはメンバーのプライベートに極めて近い映像が見られることから、ますます番組への期待が高まります。とべの YouTube 番組はエンターテインメントの新たなフロンティアへ。とべが YouTube 番組の制作に本腰を入れることでエンターテインメントの新たなフロンティアを切り開いています。すでに IMPG が築いた成功例を踏まえ、 トベはそれぞれのメンバーの個性や特技を生かした多彩なコンテンツでファン層を拡大し、YouTube 上での存在感を高めることが期待されます。一方で、ジャニのチャンネルという強力なライバルが存在する中、トベはどのように差別化し、ファンを引き込むのかが鍵となります。平野紫耀、神宮寺勇太。 シユうという個々の魅力を最大限に引き出し、視聴者に新たなエンターテインメント体験を提供することで、トゲの YouTube 番組は成功を収めることでしょう。ファンは今後の展開に期待を寄せ、トゲの YouTube 番組がどのような未来を切り開いていくのか、注目が集まります。